はい、こんにちは、ジミーです。今回はですね、恩返しと恩送りという考え方について、今一度見直します。考え方としてはですね、昔から当たり前に言われていることですけども、むしろですね、昔話のようになっている現状もあります。日常生活に取り戻すべき感覚があるんじゃないかなというふうに思います。今回はですね、このように進めていきます。はい、最初はですね、恩返しと恩送りとはという話ですね。人から受けた恩を忘れないこと、いつかその恩に報いること、 返すこと、まあ、これが恩返しですね、えー、昔から言われてきたことでもあって、えー、鶴の恩返しなどでも知られていますまあ鶴はですね助けてくれたおじいさんを目当てに訪ねていくわけですね一方であまり聞かないのが恩送りという言葉ですね、えー、人から受けた恩を直接その人に返すのではなくて別の人に無償の恩を送るという意味になりますつまり、えー、恩という親切な行為の循環がより作られやすい概念というふうに言えます 自分が受けた恩を誰か別の人に送るこうしてまあ、学校なり職場なり社会といった集団にですね良い人間関係がもたらされるということになります恩送りっていう言葉はですね最近作られた言葉ではなくて江戸時代ぐらいには使われていたという説もあるようです 少なくとも恩が循環するという概念としてはですね「情けは人のためならず」という言葉もある通りまあ浸透していったという文化があるというふうに言えるでしょうまあ微妙にニュアンスは異なるとは思いますけどね他人に言いかけた情けは巡り巡って自分に返ってくるという意味になります恩返し・恩送り、まあ、いずれもですね日本の文化に根付いている大切な考え方です、はいえー、次の項目今恩返しの意味を考えるべき理由ですね えー、恩返しが大切であるということは日本人であれば誰でも知っています一方で、えー、資本主義の世の中ですね、えー、行為ですとか時間に関してはですね金銭的なな価値で考えられるとといいうことが多くなっていますそのため、えー、金銭的な損得感情が行動原則というふうに、えー、言ってもよいほど浸透していますそうなればですね、えー、恩を受けた時に 嬉しさよりもプレッシャーですとか負い目を感じてしまうということも増えるんですね相手に対してですね何か別の意図があるんじゃないか何かしらの得を受け取ることを期待しているのではないかというふうに想像してしまいますねだから何かを返さなければいけないという義務感も生まれるかもしれません事実ですね見返りありき戦略的に恩を売るという行為はむしろ一般的に見られることです身構えるという対策も当然必要になってくるわけですね 何かをしてもらったときにとっさに出てくる言葉がありがとうではなくてですねすみませんという人が多いのも分かります接待を受けるのであればですね会社で接待を受けるのであれば相手には必ず別の目的がありますこれは確実ですね接待構成で負い目を感じないように接待の星取り票なんかをつけて管理しているケースも珍しくはありませんそこでで今の世のの世中で普及しているのが 契約という概念ですよね。これはもう世界中でそうです。お互い、恩ではなくて、契約の範囲、仕事の中の義務、組織の役割において行動をするという考え方が一般的になっています。部下が会議のための資料を整備してくれたりですとか、出張の段取りをしてくれても、まあこれは当たり前の行為というふうに見なされます。部下としても自分の仕事として割り切っていることでしょう。 法律的にも,も何かしらのサービスを受けるという行為は契約行為というふうに解釈されているわけですね。えー、契約を履行されているかどうか、決められた対価を支払ったかどうかという視点で見られることになります。えー、両者が契約通りに動けば負、えー、い目を感じることもありません。恩返しという概念が登場する機会をですね、まあ、少なくしているというふうに言ってもよいでしょう。 誰もが認識してる通りですね本来の恩返しっていうのは、まあ、今まで述べてきたようなですね戦略的な手段でもお契約履行でもありませんそういった戦略的行為に対するお返しはですね、まあ、恩返しとは言わないですよねどちらかというと借りりりをを返すす貸し借りの問題であったり、まあ、バランスを取るという言葉が当てはまりますこうしてみるとですね受けた恩に感謝して純粋に相手に対して良くしたいという気持ちになること自体が貴重に思えてきます まあ逆に言えばですね、そのような関係が今あるのであれば、えー、極力大切にしたいものですね、えー。まあ親子の関係だとかっていうのは典型的です、えー。利害関係のない昔からの友人っていうのも尊いというふうに言えます。 まあ簡単ではないですけども、仕事関係においてもですね、そういった関係構築は不可能ではないはずですね。できる限り信頼を築いて大切にすることでですね、人間関係も精神も安定してくるように思います。純粋に恩返しできた時の気持ちよさっていうのはですね、義務感ですとか損得を通り越して、爽やかな満足感があることでしょう。はい、最後の項目。今、音送りが必要な理由ですね。 恩を受けた時に身構えてしまうそして利己心損得の上に成り立つ貸し借りの色合いが濃くなるとそのような現代社会の特徴について今まで述べてきましたそこでですね恩返しという考え方だけではなくてですね今の時代恩送りの考え方が一層重要になるように思います誰かから受けた恩を他の人に送るという考え方はですねギブアンドテイクのような前提がありません恩を受けた時の過度な負い目をなくす効果も期待できますね 何より無償のお親切を受けて素直に喜べない感謝できないという社会はまあ、幸福感につながるはずもありません恩を受けたから返すという意識ではなくて誰かに恩を送ろう親切にしようという心構えでスタートすることができます恩親切そして善行の循環が浸透すればです,、ね、すみませんではなくてありがとうが多くなっていくことでしょう より多くの人が恩送りという行動を共通的に意識することができれば幸福感もアップするはずです。資本主義の世の中はですね、日本だけではなくて世界中で同じような問題が起きていると考えられます。まあ、英語圏ではですね、恩送りと全く同じ意味で、pay it forward 先に払うという言葉が使われているようですね。こういった行動や考え方は世界共通の流れとこういうふうに見ることができるでしょう。それだけまあ弊害が大きくなっているからですね。 えー、心のバランスが崩れたりですとかまあ、ギスギスした関係に苦しんでいるのは、えー、日本人だけではないんですね、えー、人間ですから100%まっさらな善意で、えー、恩を送ろうとすることはもしかしたらできないかもしれません金銭的物質的な見返りを期待しないまでもですね、えー、自分がそれをしたことで得られるであろう高尚な満足感はまあ、どこかで想像しているはずですね その部分を見て結局は偽善じゃないのというふうに考えることもできなくはないですけどもここでは深くは掘り下げません、まあ、それでもですね恩送りという考え方は今の資本主義社会にもたらす効果は非常に、えー、大きいというふうに言えると思います行き過ぎた自己責任論不寛容そして無関心な社会を改善するために必要な考え方ですまずは、えー、自ら爽やかに動いてみることが重要かと思いますねその先に、えー、恩送りの循環が広がる世界があるはずです はははい、いいい、今回は以上でででですす。す。ね。こここの辺りり失礼いたた。ししままごご視聴ありがとうざお知らせです人生を変えるコーチングを実施しています自分を変えたい自分の人生を生きたい自分の信念使命やりたいことを見つけたい人生に迷っていて何を変えたらよいのか分からないビジネススキルも向上させたいこのような方はまずはお気軽にお問い合わせをください詳しくは概要欄をご覧くださいそれでは改めて失礼いたします、うん